おはようございます。ご紹介ありがとうございます。ライフサイエンス統合データビューセンターの山本です。で本日はこの文献情報サービスを活用するということで、皆さん普段から研究をなさっているところで文献を探すってことは非常に当たり前のようになさってるかなと思うんですけど、その中でどういったサービスが実際あって、実はこういうことをするともっと便利かもしれないとか、効率的に目的の情報にたどり着けるかもしれないっていうような情報をここでシェアできたらいいかなと思っております。で今回初めてこの大阪大学の吹田キャンパスというところに来たんですけれども、最初なんかもう少しなんか街中みたいなところがあって、結構周りにビルとかあるのかなと思ったら、結構緑がたくさんあってすごい綺麗なところだなと思っています。ちょっとこういうところでこういう講師として立てることがすごい嬉しいなと思っています。で最初なんですけれども、皆さん一番よく使っている文献検索サービスとしてパブメドっていうのがあると思うんですけれども、これはどれぐらいの方実際今使ってらっしゃいますか？ですよね、はい。でこれすごい数で今そこに検索できる文献の数が増えてまして、でこれ1945年からずっと推移をプロットしたものなんですけれども、この左側がその検索対象になっている文献のトータルの件数 でここの右側の軸にあるのが毎年何件新しくデータベースに加わったかっていう件数になってます。でこれを見ていただくと分かると思うんですけど、例えば2015年ですと、もう、すでに全部で2500万件入ってるんですけども、中で毎年100万件以上追加されてまして、でそれを365で割ってみると、こういう2882件ということで、1日に新しく文献が2800件も入っているってすごいことだなと思うんですよね。なのでこの中から本当に自分の研究に関係する論文だけを効率的に見つけ出すというのはすごいなんか大変になってきているかなと思うので、より皆さん研究忙しいと思いますので、その中の時間をいかに効率的に使って自分に必要な情報だけを取ってくるかということを考えていかなくてはいけないと思っている中で、どれぐらいそういうコンピューター計算機のプログラムがそれに対してサポートできるかというところに来ているかなと思っています。でこのパブメドなんですけども、軽く歴史を紹介したいと思います。でパブメド自体は1997年の6月にそのメドラインというその文献の書誌情報のデータベースというのは前々からあったんですけど、それに対する検索サービスとして開始されました。で97年というと、もう30年近く経つんですけど、当時は大阪ドームが完成した年らしいですね。なので97年の大阪ドーム完成の時にパブメドがフリーで自由、誰でも無料で使えるサービスとしてインターネット上で公開されたと。でメドライン自体はそのさらに遡ることを何年も、1971年に、ありまして、でその時にはまだパブメドのような検索はなくて、実際に検索をしたければ特別なコンピューターシステムとオンラインのネットワークを作ったりとか、お金を払いながら検索しなくてはいけなかった。あ、すいません、1997年って30年経ってないですね。20年ぐらいですね、はい。でこの71年というのは、70年に大阪万博があったんで、その年の次の年って何があるのかなと思ってウィキペディアで調べたら、なんかその時に使えたタイムカプセルが埋められたそうで、6970年に開封予定って書いてあるんですけど、なんで6970年なんですかね、わかんないんですけど、こんな先の話までして、すごいあれですね、大きなプロジェクトだったんですね。で、その97年にパブメドがオープンになったときに、すごいそのアメリカとしては国家として大きなニュースとして報道されまして、で当時 の副大統領であったアル・ゴアがアメリカの国会議事堂でその最初の検索をポチッと披露したらしいんですよ。それぐらいもうなんか国を挙げての大きなイベントとしてパブメドっていうものが紹介されていましたということですね。でそれからもう今先ほどご紹介したように、非常な勢いで文献の登録数も増えてますし、またあと検索数もすごい増えてて、200万件とかを検索されてるらしいですね。そのような感じで非常に一般的に広くそのライフサイエンス系の研究者の中では使われるようなサービスになっています。でこれがその時の写真ですね。これが副大統領で、ここにいるのがリップマンという方なんですけども、ご存知ですかね。昨日ここで紹介したブラストってありますけども、ブラストを、開発したメンバーの一人のリップマン先生が
当時は NIH の NLM かな NLM の NIH か NIH のダイレクターだったんですよね。でその時にこういう形で披露して全米に大きなニュースとして取り上げられるという形になっています。NCBI のディレクターって書いてありますね。NCBI のディレクターのリップマンと他の NIH とか NLM のトップの人たちと副大統領という感じですね。で NLM、NIH、GOV っていうのが紹介されていますという感じです。はい。でそれからもうすごい勢いでインターフェースが変化し続けているので毎回毎回検索するごとに新しい機能が追加されているような状況になってますが、それでいくつかその中で便利な機能をここで紹介していきたいと思います。でトップページを見ていただくとここにこういう3つカラムが大きく3つあって、その中の真ん中にパウメドツールズと書いてありまして、でここにそういうパウメドに関連する新しい機能が追加されたツールへのリンクが貼られている感じになっています。なのでこれを時々チェックしていくとまた新しい機能が追加されているということが多いですね。で最近出たサービスとしてはこのパウメドモバイルっていうのがありまして、でこれはその、名前の通りそのスマホで見やすいように作られているインターフェースなんですけども、特にこのパウメドモバイル用のインターフェースとして他の PC からのサービスだと直接は見えないサービスとしてここにあるトレンディングアーティクルズっていうのがあります。でこれは名前の通りこれも今何がそのパウメドの文献の中でよくそのトレンドとしてフィーチャーされているかみたいなものがリストアップされるようになってます。これは具体的にはどういう方法でそれを出しているかっていうのをちょっとヘルプ見たんですけど特に書いてないんですよね。ただそのこれが新しく機能として追加されましたのでぜひ使ってくださいというようなことで紹介されていましたので、これも、もしかしたら自分にあまり研究との対象とは関係ないかもしれないんですけど、今どういったことがライフサイエンスの分野ではトレンドとなっているかっていうのを見るのにはちょうどいいかなと思っています。でその中でどんどんと追加されている機能として、いくつかピックアップしてみました。で、柔軟なフィルダ機能を検索結果ページに配置したりとか、効率的に最新情報をアクセスできるインターフェースが提供されていたりですとか、こういくつかとリストアップしてるんですけど、こういったものをこれから少しいくつかかいつまんで、紹介していきたいと思っています。で例えば今本当に話題になっているこの MERS なんですけども、この MERS について検索してみると、例えばここにその普通いろんな検索するとは思うんですけど、特に文献の検索結果のリストが来る前にここに大きなボックスがあって、そこにこのキーワードに関連する大きなニュースとかが出るようになってるんですね。で特にここにこの検索キーワードに興味を持ってる利用者であれば多分ここに書いてあることも興味あると思うということで検索結果に出るように自動的になっています。でこれが、このスクリーンショットを撮ったのがちょっと5日前ぐらいなんですけども、これがさらに今日先ほど見てみるとやっぱり今どんどんとここの話題が進行してますのでちょっと変わってまして、でニュースとか書いてあって、この新しくゲノムが中国と韓国から取られて全バンクに登録されましたよと書いてあるんですね。なのでもう早速そういったことがどんどんとオンゴイングで新しい情報が入ってくると、この MERS ってこう検索ボックスに入れてパウメド検索するだけで一番最初にこういうふうに出てくるんですね。なので自分の興味あるキーワードで今何が起きてるかっていうこともすぐに分かるようになっていて、でさらにそこからこういったところに全部こうリンクが貼られてるんですけど、このMERSに関連するいろんな、NCBI のや NLM のサイトに簡単に飛んでいって、そこでゲノムの情報であったり今どういった治療が行われているかといったその NIH に関連する情報が簡単に取れるようになっています。であと検索結果を見ていきますと、ちょっと戻りますね。ここであとこっち側がそのさらにここから出てきた結果に対していろいろな項目軸で絞り込めるようになってまして、で例えばこの中で、文献のタイプとしてクリニカルトライアルであったりリビューであったりっていうのがちょっと小さいんですけど、こういった形で書いてありまして、でここをそれぞれクリックしていくとここに出てきた検索結果の中でこういったテーマで絞り込めるようになっています。でさらに、例えばこのテキストアベイラビリティのところを見るとアブストラクトとかフリーフルテキストが書いてあって、それぞれアブストラクトだけが見たい場合とかフリーで
ジャーナルに、サブスクリプションしてなくても全文が読めるものだけを検索結果として出してくださいとか、そういった検索の絞り込みができたりですとか、さらにパウメドの最近パウメドコモンズって言っていろいろ最近いろんなコメントが載ったりとか、そのリーダーコメントとかあったりするので、そういったものを見たりとか、あとさらに最近5年以内に出版されたものだけにしてくださいとか、いろいろな軸でいろいろそのここに出てくる文献 の結果を絞り込んで、先ほどのようにもう 毎日に2300件も登録されている中で、より自分の目的に合った文献だけを効率的に絞り込めるような仕組みになっています。でこっち側を見てみますと、で最近新しくまた加わった機能として、このソートバイレレバンスというのがあります。でこれ今までずっと長い間パウメドっていうのは検索結果の順番がパウメドに登録された日にちが新しいものから順番に並んでいるだけだったんですよね。でそれに対してよくあるその、Google とか Yahoo みたいに自分が入れたものに対して最もそのキーワードと関連が深い文献だけを出てきてほしいっていう要望はありましたので、それに対応する形でこのパウメドもソートバイレレバンスという機能が追加されるようになりました。でこれは特にそのキーワードがアブストラクトやタイトルにより多く出ているものが上位に来るような仕組みになっています。さらにこの下のここはそれが最近毎年これがパブリケーションイヤーなんですけど、どういった経年変化でどれぐらいパブリケーションがされているかということが簡単に分かるようになってまして、でこれ今スライドなんで当然動かないんですけど、実際のパウメドの結果ですと、ここの、ね、ある年をクリックすればこの年に出版されたものだけに絞り込むことも簡単にできるようになってます。であとこれはこのパウメドが最初に1997年に発表されて以来ずっとついている機能なんですけど、このリレーテッドサーチズっていうことで、この文献に関連する、これはこの検索結果に検索に関連するキーワードとして他にこういったものがついていますよっていうのがここに追加されてますね。で例えばこのマウスだけではよりジェネラルすぎると思った場合は、ここを見ながらよりそのキーワードを絞り込むためにサジェストされていくような中で、自分にもっと合ったものをクリックしていけば、ここに書かれている検索キーワードが自動的に検索ボックスに入力されて、その検索結果が出てくる形になっています。ので、最初はあまりよく分からなくても、とりあえず自分の頭の中に浮かんだキーワードを入れて、でこういった結果を見ながら、よりあそっか自分が欲しいなこれだったんだなっていうのが、だんだんこうインタラクティブにやっていきながら絞り込んでいくということが効率的にできるような仕組みになっています。はい、でそうですね、でそれからこれがそのソートバイレレバンスの結果になって、でソートバイレレバンスになると、ここの、ここを見てみるとその結果がそうなってるよってことが分かるようになってまして、でまた元の最初の、パウメドデータベースに追加された順に戻す場合は、ここをクリックすると戻るような形になっています。でさらにその中の一つの文献、これだなと思った文献を検索した結果として出てきたものに、さらにさまざまな付加情報が提供されるようになっています。で、ここの左下を見ていただくと、このアイコンには皆さん馴染みが深いと思うんですけど、この例えば Facebook とか Twitter とか Google プラスにこの文献について何かコメントしたり、みんな他の友達と共有したりすることが簡単にできるようになっていたりですとか、あとここに書いてあるこのパブリケーションタイプスとか名詞タームとかっていうところをこれクリックすると、この文献がどういった内容であるかということがより端的に分かるようなメッシュタームというキーワードのリストが出てきたりします。でさらにこのメッシュタームについては後また説明しますけども、その下にあるこのリンクアウトというのがありまして、このリンクアウトっていうものをクリックすると、この文献に関連する例えばデータベースのエントリーであったりとか、他のこのパウメド以外の組織や研究所が提供している関連データベースへのリンクが貼られたりといったことがありますので、一つ文献を見つけた後にそれに関連するさまざまなリソースやデータベースに効率的にアクセスできるような仕組みが整えられています。で
この右側を見ていただきますと、このシミラーアーティクルズっていうのがありまして、これが、まあ、最近までリレーテッドアーティクルズっていう名前だったんですけど、なんかこのリレーテッドアーティクルズだとちょっと混乱を招くっていう指摘があったそうなんで、機能は全く変わってないんですけど、単に名前が最近シミラーアーティクルズに変わってます。で、これはこの今検索結果として出てきている文献と内容的に近いと思われるその他の文献がここに出てきてまして、これは完全にその機械的に計算しているものなんですけども、タイトルの中ですとかアブストラクトやメッシュタームといったさまざまなその、テキスト情報の中で同じようなテキストがどれぐらい使われているかというようなものを指標にして、ここにその結果が出る形になっています。ですので、まあ、もちろんその論文を読んでいけば皆さんその次に読むものとしてその中で引用されている別の論文を見たりということは当然よく行われるとは思うんですけど、そういった引用されている論文とは別に、そういった計算して機械的に出てきているそのテキストの重なり具合みたいなものから関連する論文というものがここに出てきますので、そういった形でより関連する論文を見つけるということを進めていくこともいいのかなと思います。よろしいですかね。まあ、特にその、まあ、何でも質問があればいつでも伝えてください。で、ところでその先ほど簡単に触れたメッシュタームなんですけども、このパウメド検索をするときにメッシュタームっていうのを使って行ったことがある方っていうのはいらっしゃいますか？あまりいらっしゃらないですか？一人もいらっしゃらないですね。これまあ、実は普通にパウメドを検索する中で計算機は自動的にそのメッシュタームというのを使って検索もしてるんですけども、まあ、明示的に自分でそのメッシュタームを使いながら論文を検索するということもできるようになっているので、ここで簡単に紹介したいと思います。で、先ほどのその論文検索結果で出てきた一つの論文について、そのパブリケーションタイプスのところをクリックするとバッと中が開いてこんな感じに出てくるんですけど、これがこのメッシュタームと言われているもので、このライフサイエンスやバイオメディカルに関連するキーワードがたくさんこの論文について関連するものが付けられています。で、これ非常にたくさん付けられているんですけども、平均すると10から15キーワードぐらいが付けられていることが多いですね。で、このメッシュタームはどんなものか言いますと、まあ、そういったライフサイエンスやバイオメディカルな研究対象のエリアについての概念を、その概念階層的にちゃんと人間が構築したものになってまして、で、ジェネラルなものから一般よりスペシフィックなものまでが関連する形で作られたその辞書みたいなものですね。で、その辞書に入っているメッシュタームの数っていうのはだいたい2万6千あります。で、これは毎年毎年当然そのこの分野の研究っていうのは非常に進展が早いですから、新しいキーワードにすべきものっていうのはどんどん現れてくれたり、今まで使っていたキーワードが実は不適切だったのでより分かりやすい別のキーワードにすべきっていうことが起きてますので、毎年毎年その内容が、まあ、全部ガラッと変えるわけではないんですけども、いくつか変更されて、よりその時代にマッチしたメッシュタームの構成になるような形で維持されています。で、この毎日2800件も入っている文献なんですけど、これ全部人でメッシュタームをつけてるんですね。なので NLM には約100人ぐらいの専門スタッフがいらっしゃって、でその専門スタッフは毎日この論文を読んではこのメッシュタームをつけていくという作業をしています。で、そこにいるスタッフは全員がこの生物科学系の学士以上の学位を持った人たちだそうです。で、こういった形で、まあ、実際そのメッシュタームをつけるっていうことのプロフェッショナルが毎日論文を読んでつけてるので、それはその分野に専門的なもの方々っていうよりは、どうすればよりその目的の文献にそのキーワードをつけることで効率的にたどり着けるかっていう観点からそのメッシュタームをつけてますので、これは一つ その機能として非常に文献を探すために有効な役割を果たしているのではないかと思います。で、実際その NLM においてもこのメッシュタームがついているということはメドラインというその書誌情報データベースの代表的な特徴ですというふうに書かれております。
ので、この名刺探訪を使った検索っていうのは、あの文献を特にそういう研究の学術論文を探す時において有効な手段となっているわけですね。でそれを今度はそのキーワードを入れて検索するのではなくて、その明示的に名刺タームを使った検索をどうすればいいかということで、ここで簡単に紹介したいと思います。で先ほどのまたパームエドのホームページに戻っていただくと、今度は右側のカラムにメッシュデータベースというのがあるんですね。でここをクリックしますと、ここからそのメッシュタームを入れるためのインターフェースに行くことができます。で例えばまた同じキーワードでこのメッシュデータベースになった中で、また MERS というものを入れた場合、どういった検索結果になるかといいますと、こういったものが出てきます。でこれはそのメッシュタームの中に MERS に関連するキーワードがどういったものがあるかというものを検索結果として出力したものになっています。ですので例えばこれについては、そのこのままのメッシュタームはなかったんですけども、これに関連するメッシュタームとしてはこういったものがありますよというふうに表示されているわけですね。なので、まあ、今回この MERS ですと、この2番目の例えばミドルイーストレスピラトリーシンドロームコロナバイラスというのが、まあ該当しますから、これだなということでここをクリックするわけですね。まあ一応ちゃんとここの一つ一つの名刺タブに説明が入ってますので、この定義を読んでいただくと、それぞれの内容がより分かって、具体的にどのキーワードを選ぶと自分が欲しい情報であるかっていうのは分かりやすくなっていると思います。このようにその名刺タブを検索するときも、実際にその名刺タブの中にある言葉だけを検索結果として出してくるのではなくて、これに関連して多分これでしょうっていうものを機械が判断して検索結果に出してきますので、非常にここのメッシュタームから入っていった検索っていうのも有効に使えるのではないかなと思います。でこれをクリックしていくと、こんな形で、まあよりその MERS に関連する文献の中でもジェネティクス遺伝いや、に研究を特にの対象としているものに絞り込みたいというときは、こういった研究対象のテーマと、さらにそれをどういった観点から研究したものかというものについて絞り込むようなメッシュタームを構成することができまして、でそういった形で自分で欲しいものを検索したしたいと思ったものを選択した後に、ここに書いてあるAdd to Search Builderというところをクリックしますと、自動的に検索キーワードがここに作られるようになっています。でここにさらにここに入力、さらに自分で付け加えることもできますので、これだけではなくてさらに別のキーワードも加えるなどしながら、ここでパブメド用の検索キーワードを用意して、でそこからここにサーチパブメドっていうところをクリックすると、ここに書かれた内容に沿った検索が行われるような仕組みになってます。で今の結果ですと、こんな形でこの名刺タームとして MERS がついている論文はこれですよっていう形のパウエドの検索結果を得ることができます。お、落ちてしまう、すいません。はい、すいません。で、で他にさらにまだいくつかもこのパブメドの検索っていろいろ、やっぱりその皆さんもよく感じられていると思うんですけど、自分に関連する論文を効率的にやるのにキーワード入れろって言われても、どんなキーワードが一番いいかなんてわからないってことが多いと思うので、それに対応するようにさまざまなこうインターフェースがどんどん付け加われているんですね。で例えばここにあるまたパブメドのトップの真ん中を見ていただくと、クリニカルクエリズっていうところがありまして、でこれを見ると今度はそのクリニカルな質問に対してはこういった文献がありますよってことを、その場でもうNLM のパブメドを作ってる側がテンプレートとしての検索キーワードのセットみたいなのを作ってまして、でそこにこの MERS に関連するものを入れれば、それに関連したすごい複雑なパブメドの検索が自動的に裏側で行われて、でその結果としてここにガーッと出てくるようなものがあります。これも追加されたものなんですけど、これはすごいなんかパブメドを作ってる側の
苦心というか工夫がすごい凝らされていまして、ここに書いてあるようにあのセラピーとかいろいろそのより利用者から見ると直感的なあのインターフェースで目的の文献にたどり着けるような仕組みになっているんですけど、その裏側では本当に複雑なパブメド検索が行われていて、でここに書かれているように、例えばセラピーですとこういう文献を検索するパブメドの検索がこんなことが裏側で行われているんですね。なのであの要は全てはパブメド検索をしているだけなんですけども、そのパブメド検索をするためのより目的地にたどり着くために必要なあのお膳立てをパブメドの作っている側がしてくれていて、でそこに自分 の欲しいキーワードをポツンと入れるだけで、あとはこういったすごい普段の一般人ではとても思いつくようもないようなすごい検索が行われた結果として、非常に自分が欲しかった情報にだけが絞り込まれて出てくるようなあのインターフェースが提供されています。のでそれぞれここに、まあ、その分、まあ、もちろん向こうが用意したあのテーマに沿った検索でなければダメなんですけども、テーマに沿ったものであれば非常に有効に使えると思いますので、自分の研究の中でここに書かれているそのパブメドが用意しているようなテンプレートに合わせたものであればぜひ使ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、それからこれはおまけ情報なんですけど、パブメドから直接ブラストも使えるようになっていて、まあ、ヒューマンゲノムブラストっていうのをパブメドの検索ボックスに入れるとこういったものがポコって出てきて、でその場でブラストもかけられちゃうよとか、本当にこことにかくパブメドに行きさえすればそこから何でもできるようなあの環境がどんどん作られている感じがするんですよね。なのでもう研究をするような PC であればもうパブメドをホームページにしとくぐらいがちょうどいいかなぐらいな感じになってます。ただそのパブメド検索の注意点ということでいくつかここでお伝えしておいた方がいいかなと思いますので、紹介します。で例えばその今みたいに MERS みたいな一つの単語だけだったらば全然問題ないんですけども、例えば複合語として検索をしたいというときにどうすればいいかというと、単にまあ単語を並べるだけでもいいんですけど、そうすると検索結果にはその3つならば3つの単語が全て含まれている文献が出てきてしまうので、その順番はバラバラになったり全然違う場所に出てたりすることもありますので、よりその複合語そのものだけが出ているものが欲しいというときにはこういった形であのダブルクォーテーションを使えばいいんですけれども、このダブルクォーテーションがくせもので、その例えばここで例で言うとリンクとオープンデータっていうあの複合語そのものが含まれている論文だけは探したければこうやって囲うといいんですけど、これはそのパブメドの、検索する機械の中にそれが、インデックス索引として入っている場合に限られるんですね。なので必ずしも文献の中にはそれに合うものがあったとしても作品の中に入っていないと検索結果に含まれてこないということがありますので、それをちょっと注意した方がいいかなと思います。でここで書いた例ですと、こういった感じでこの3つリンクオープンデータっていうものが入っているというとちゃんとヒットするんですしますし、このオープンデータっていうのはヒットはするんですけど、リンクとオープンっていうふうに入れてダブルクォーテーションでやると一件もヒットしなくなってしまうってことがあるんですね。なので実際はこういうこれもこれもあるんで、この文献であればこれもヒットするだろうと思うんですけど、これは作品に入ってないからヒットしなくなっちゃうってことがありますので、そこは少し注意した方がいいかなと思います。でそれからそのメッシュタームなんですけど、まあ、先ほど紹介したように全ての文献に対して実際に人が文献のその論文全体を読んでつけてますので、どうしてもタイムラグが発生しますので、その文献が発表された直後っていうのはメッシュタームがつけられていませんので、メッシュタームから検索する場合はその最新の文献はヒットしなくなりますので、それもちょっと注意した方がいいかなと思います。だいたい3週間ぐらいかかっているそうですね。なので、まあ、3週間ぐらいあのパブリッシュされてから3週間ぐらいすればメッシュタームでも検索でもちゃんとパブメドはヒットしますけども、その間はヒットしないこともありますよということです。でさらにそのメッシュタームっていうのはまたこれがよくこう混乱する元になるんですけど、メッシュタームというのはメドラインという所持情報のデータベースに入っているものであって、パブメドのデータベースに入っているものではないんですね。でパブメドとメドラインというのは微妙に違ってまして、メドラインだけに入っているものではなくてパブメドだけに入っている論文というのがあるんです、ね、でそういうものはヒットしませんということなんですけど、メドラインに入っていないパブメドに入っているものというのは大体まあライフサイエンスとかバイオメディカルには直接関係ないものが多いので、あまりそういった研究をしてられている方には問題はないかなとは思うんですけど、例えばこの、
検索結果の中のここを見ていただくと、こういった形で、PMID の後にこうパームメドとあとインデックスとフォーメドラインって書いてあれば、この文献はメドラインっていう書誌情報のデータベースに入ったものですっていうことが確認できるんですね。でそうでないものとしてこういうものがあって、これは例えばこの Implications of the Higgs Discovery for the MSSM っていう感じで、これは完全に物理ですよね。なんでこういった物理のものもパームメドでは検索できるようになってるんですけども、メドラインには入らないので、ここを見ていただくとここに単にパブメドとしか書いてないんですね。なのでこういった形でそのパブメドだけに入っていてメドラインに入らない文献もあるにはあります。でただそれだとメッシュタームでは検索できませんよっていうことなんです。なのでその辺はまあ一つ心に留めておいていただけるといいかなと思います。はい、ということで、簡単に実習ということでやってみていただければなと思います。あとせっかくなんで、ここの今度阪大の水田キャンパスに来たので、秋田先生の著者も検索してみるといいかなと思って付け足してみました。ちょっと試してみてください。多分パブメドなんで、ここの参加している方が一斉に同時に検索しても問題は起きないと思いますので、気兼ねなく検索してみるといいかなと思います。これは5分ぐらいでいいですかね。もちろん何か質問ありましたらお願いします。先ほど の, そのここでのスライドでは紹介しなかったんですけど、著者名をだけで絞り込むっていうキーワードのやり方がありまして、名字というか、ラストネームの後に括弧の中に au って書くと、そのラストネームの著者が含まれている論文だけに絞り込むことができます。どうですか、大体分かります、全然その目的の文献にたどり着けば手段は何でも構わないんで、特に一つの正解があるわけではないんですけど、例えばこの iPS 細胞に関連する論文ということで、例えばメッシュ、先ほどのメッシュデータベースを使った例ですと、どういうふうにやるかといいますと、ここでこのメッシュデータベースをクリックしますよね。で、ここの中にそのまま IPS とか入れるわけですね。そうすると、あれ、もうちょっと。ここに、また IPS という名前では入ってないけど、Induced Pluripotent Stem Cells っていう、そのまま展開したキーワードが出てきますので、これをクリックしますと、こんな感じで、iPS に関連するキーワードとしてこんなのがあったりとか、それに関連するさらに先ほどと同じようなその iPS に関連してかつどういった研究の観点から行われたものに絞り込みたいかっていうものを
セレクトすることもできるようになってますし、これはまあ特にクリックしなくても、あの選択しなくてもいいんですけど、より絞り込みたいときはここを絞り込むことができるようになってます。で、ここに Adopt to Search Builder でこう入ってきまして、で、さらにその著者情報を入れたいなと思ったら、ここにそのまま、いやまあ、ガッと書いて AU とか入るんですね。そうすると、これで検索のキーワードが出来上がるので、ここで Search Panel ってやると、こんな感じで、検索結果、そして IPS がメッシュタームに入っていて、山中先生が著者に入っているものっていう形で絞り込んだ結果が出てくるようになります。よろしいですか。まあ、それほど、まあ、簡単というか、まあ、そんな複雑なことではないので問題ないと思いますけども、こんな感じで、まあ、PubMed 一つでもいろいろと機能が豊富なので、いろいろな機能を試してみて、より自分の研究活動を効率よく進めるような、あの材料にしていただければなと思います。 では次の話題に、はい、はい、それ以外に例えば雑誌を指定するとか、はい、そういうコマンドがある、はい、いっぱい全部あります。そういうのはどこを見たら、例えばこのマネージフィルターズとか、まあ、一番本当にあの全部をちゃんと調べたりするには、このヘルプっていうところから、NCBI ブックシェルフっていうところがあって、パウメドのヘルプが全部ドキュメントしてたくさんついているので、その中に全てのそういった各学校の中に何を入れるとどういった絞り込みができるかっていう一覧が出てきますので、そこを調べていただくと一番早いかなと思います。非常にたくさんあるので、ここではちょっと全部紹介していないんで、あのご自分でチェックしてみてください。ここに全てこの左側に先ほど簡単に紹介したこのパブリケーションイヤーとかの絞り込みとかも全部実は裏側で、それ各カッコが勝手に挿入されていくような形で絞り込みが行われているので、あのなるべくその直接利用者がここに含めない、あの書き込まなくてもいいようなインターフェースがどんどん付け加われているんですけども、もちろん自分でそうやって付け加えて、よりカスタマイズした検索にできることになっていますので、試してみるといいと思います。あとその結果をその RSS とかそういう形で、あの自分がいろいろ苦心して作った検索結果、検索のキーワードってものをあの RSS リーダーからチェックするような形にもできるようになっているんですね。なのでその自分の検索にマッチする文献が新しく出てきたら、その RSS をチェックすると、あこれが新しくパブリッシュされたんだなっていうことですぐに確認することもできるような仕組みになってますので、 RSS を使っている方はちょっとそれも便利に使ってみるといいかなと思います。そうですね、はい、よろしいですか。ここにクリエイト RSS ってあるんですよね。 これよいしょ、ここをクリックするとそのこの検索の結果を取るための RSS の URL が発行されるので、それを自分の RSS リーダーに入れとけば定期的にチェックすると、その検索結果にマッチする新しい文献が得られるようになります。いいですか。じゃあちょっと次行きましょうか。であとこれからはあのデータベースセンターの方で提供している文献情報を使ったサービスについて紹介していきたいと思います。でこのデータベースセンターから提供されている、あのサービスも全て無料ですし、あの文献が追加されると随時更新されてますので、最新の情報が得られるようになっています。で最初にこの3つ今日は紹介するんですけど、このアリーという略語を検索するサービスからあのご紹介したいと思います。でここがあれですね、URL になってます。でこれその
まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけども、あのライフサイエンスやバイオメディカルの文献中には非常にたくさんの略語が使われてますよね。で、略語があまりにもたくさんあって、しかもその自分の研究テーマに関連するところであればもちろん慣れ親しんでいるので、この略語がどんな意味かとか展開するとどんな表現になるかっていうのはご存知だと思うんですけど、ちょっと例えば新しい分野の人と共同研究するとか、ちょっと新しいところに興味持ったから文献読もうと思った時に、その文献に出てきているこの略語っていうものが何だろうって思ったことも多いかなと思うんですね。でそういった時に簡単に調べるものがあるかないと、あればいいなと思って作っているものがこのアリになります。それでその同じ分野の中ではあまり起きないんですけど、複数の分野の中ではあの一つの略語で別々の意味を表していることっていうのは非常に多くなってるんですよね。だからある分野で、まあ、PC とかより、まあ、典型なんですけど、まあ、パーソナルコンピューターっていう風な展開系になることもありますし、プライマリーケアになったりプロステートキャンサーになったりと、まあ、PC という一つの略語に対する意味っていうのが非常にたくさんあって、こう多義性が多いんですよね。でそういった時にその特に今自分が興味持っている分野でのこの略語の展開系というのはどんなものかというものを知りたいなという時に使えるサービスがあるといいと思って提供しております。でこの、まあ、2500万件今メドラインパブメドに入ってますけど、その中で出現頻度が10回以上の略語というのがすでに6万8000もあるんですね。なんで、まあ、どんな人でもこれをすべて頭に入れることは無理だろうし、入れる必要もないと思うんですけど、それを簡単に検索できればいいなと思っています。でそれがもちろん文献もどんどん発表されてまして、新しい略語っていうのはどんどん作られているので、まあ、そういった形であの新しい文献と新しい略語に対応してデータベースもちゃんと更新できるような体制を整えています。でこれはあの人手ではなくて完全に機械的にやってまして、でこういう感じでその文献の中のアブストラクトとか見ながらこういった表現が出てくると、自動的にこれがこの CDNA に対応するあの展開系ですよっていうものを見つけ出すような仕組みになってます。でこういったことをあのざーっとあらかじめ、計算機で作業したものがデータベースに入っていて、でそれに対する検索サービスという形でアリーが提供されています。でそれ自体が、まあ、の全部でそのペアとして略語とその展開系のペアということで大体1560万あります。これはあの重複を含めた場合ですね。で実際のユニーク数だと280万ぐらいあります。でそれでこのアリーというサービスの特徴としては、あの日本語訳があればそれを表示するようにしているところなんですね。でこれはもちろんこの全ての280万のペアに対して付けられている状況ではないんですけれども、あの頻度の高いものから順に手作業でどんどん付けてまして、で今ですと大体その、頻度でいうところの上位半分以上であれば全てヒットするような感じにはなっています。ので大体メジャーな略語とそのペアについてはそれに対応する日本語訳が出るような感じにはなってきています。でこれもあの今引き続きあの地道な活動として日々あの新しい日本語訳をつけている状況なので、あの新しくこの検索するたびにちょっとずつ日本語訳が出るものが増えているような状況になっています。でさらにその先ほどちょっと簡単に触れましたけども、その分野ごとの、あのライフサイエンスという広い研究分野の中での特に個々の分野においてどういった略語が使われているかっていうものを調べやすいように、その絞り込み機能としてはその研究分野で絞り込むことができるようになっています。のでこの分野ではこの略語とこの展開系が使われてますよっていうような感じで検索結果が得られるようになっているということと、それからあのもちろんこのその略語と展開系が出てくる文献情報も検索結果に含めるようになっています。でそれから、アリーのもう一つの特徴として、そのある略語を検索したときにその略語が含まれている文献中に同じ文献に含まれている別の略語としてどんなものがあるかっていう表記略語があの出力されるようになってますので、まあ、自分が探している略語が、まあ、あまり馴染みがなかったとしても、その表記している略語を見ると、ああこれは知ってるみたいなのがあれば、多分自分が探している略語に対応する展開系はそこのエントリーのものなんだなっていうのが当たりをつけやすくなるかなと思います。
なんで、まあ、これ説明するの、まあ、よりも使っていただいた方が早いと思うんですけど、例えば先ほどの IPS を入れてみるとこんな感じになってまして、でこういった形で何年には何件その略語とその展開系のペアが文献に入ったかとか、そこで使われて一番最初にそのペアが出てきた論文は何かみたいなことが調べられるようになっていたりとかします。でもちろんその略語と展開系っていわゆる自然言語なんだので、著者によって微妙に表記揺れがあるわけですね。なのでその表記揺れを全部完璧に吸収できているとは限らないんですけども、なるべく吸収して同じ意味で使われていると思われている略語や展開系のセットであれば、それは同じものとみなして一つの検索結果に出るような形で仕組みを整えています。なのでここの略語のバリエーションですとか展開系のバリエーションというところをクリックしますと、実際にこの検索結果に出てきている略語やその展開系が実際に文献ではどういった具体表記がなされているかっていうバリエーションを確認することができるようになります。で、まあ、それに関連する例えばウィキペディアに関のデータベース RDF っていう表現に変えたものとして DBpedia っていうのがあるんですけど、その DBpedia にリンクしたりすることで、よりそのウィキペディアの中ではこの略語がどういった意味で使われているどういったものですよっていう内容を確認することが簡単にできるようなリンクを貼っています。なんで、でそれからコンピューターのプログラムを書いたりする人にとってはよりアクセスしやすいようなインターフェースとして API も提供してまして、このアリーの内容に対していわゆるウェブページから検索キーワードを入れるだけではなくて、このレストやスパークルといったようなさまざまな機械的なアクセス方法で内容を取得するためのインターフェースも提供しておりますので、こちらを使うこういったプログラムを使って何か作業されている方がいらっしゃいましたら、それを試してみるのもいいかなと思います。でこのアリーのデータベースなんですけれども、毎月1回更新してますので、だいたいその1ヶ月間に新しくパーベルに加わった論文中で新しくその略語や展開系が見つかれば、それはどんどん追加していってます。でこれが非常にたくさん新しく作られていまして、でその結果っていうのをせっかくなので情報提供していくといいかなと思って、そのアリーブログみたいな形で実は提供してるんですね。ちょっとここにスライドの中で提供書くのを忘れてしまったんですけども、このブログのアリっていうところに行くと、その1ヶ月でどういった略語が新しく登場したかっていうものが見えるようになっています。こんな感じで今回5月の更新では78個も新しく略語が作られたりしてるんですね。で、まあ、その中から適当にピックアップして、それに関連するまつわるこう話を紹介するなどしてますので、まあ、なんかちょっと休み時間とかお手すきの時にふらっとこう見ていただくといいかなと思います。あ、こんなに今月もたくさん入ったんだなとか、これにそれでその時に関連新しく入った略語で今研究の中で何がテーマになっているのかっていうのを紹介してますので、これはそうか最近こんなことがあったのかっていうのを見るのにちょっといいかなと思います。それで例えばその先ほど そのプログラムを使った検索をするとこんな感じで研究分野がビオロジーである文献中に出現する略語としてこんなものがあるっていう一覧を取ってきたりとか、そういったことが簡単にできるようになりますので、こういったプログラムを使ったアクセスに興味のある方がいらっしゃいましたら質問等していただければお答えしますのでよろしくお願いします。でこんな感じで、まあ、例えばこの辺ですと全部日本語訳がついているような感じですね。頻度が例えばこれ1万5000近くあったりとか、これは2800件ぐらい出てきてるんですけど、それでも全部日本語が出るというような感じで、
だいぶその日本語訳の整備が整えられてきているなという状態になってます。ということでこれでアクセスできますので試してみてください。それからあの統合テレビ昨日紹介されましたけども、その中にもアリーの使い方がありますので、こちらも参照していただければと思います。でちょっとやってみてください。もうあのシステム自体はすごい単純なんで、別にこれに限る必要はないんで、好きなことをやっていただければと思うんですけど、ちょっと5分間ぐらいアリーを使って、もし何か質問や分からなかったことがあればその中でこちらに伝えてください。よろしくお願いします。このサービスもそれほど重いものではないので、皆さんがアクセスしても重くなってないと思うんですけど、大丈夫ですかね。もう特にあのつまずくポイントはないような気はしますけども、そう、まあ、マウスはまだ残念ながら日本語訳がないんですけどね、できたばっかりで、これもそろそろ加えないといけなくなるかもしれないです。でここに、まあウイルス学のものであるということが分かって、で狂気薬語としてこのまずコロナバイラスとか SARS とかコロナバイラスという形で、まあ、関連するちゃんとキーワードが出てますねということです。で、ここに一番最初にこのミドルイーストレスピラトリーシンドロームに対する略語として MERS って書いた論文がここに出てきます。でこの情報をより詳細を知りたいときにはここをクリックして論文のリストが出てきたりとか、まだ数が多くないのでこの辺のバリエーションもそんな多くはないと思うんですけど、ちょっと展開系はすでにでもこれぐらいあるんですね。全部小文字の場合とか途中にハイフンが入っていたりとか、そうですね、これこの4種類ありますね。これまあ、もちろん人間が見れば全部同じもので瞬時に分かるんですけど、まあ、機械的な処理ですと一つ一つ全て表現自体はあの違っているので別物になってしまうというんですよね。でそれをまあ同じものだよという形でまとめたりすることを裏側でしています。それからあとはこの、まあ、ちょっと、このデータベースの課題というか弱点という意味では、この論文の中に具体的にこの略語とその展開形というものがセットで出てくること
というの条件になってますので、あの略語だけが出てきている論文ですとか、略語とそれに対応する展開系が同じアブストラクトの中でも離れてしまったりしているときはヒットしないということがあります。なのでもうすごいあの一般的になってしまっている、例えば DNA とかそういったものについては、その DNA っていう略語が使われている論文全部がヒットするわけではなくて、その初期の頃に DNA とそれに対するあの量基リボ核酸っていうその展開系が書かれている論文だけがヒットする形になっているんですね。なんで4023回出てきてますけど、これを出現するその文献のあの経年変化を見てみるとこんな感じで、一旦この1972年にピークで194件あった後はもうまた減ってしまっているんです。これでもう大体もう一般化して、みんなその展開系なんか書かなくても DNA は DNA あの何だか分かるようになったっていう調査だと思うんですけど、こんな感じで、まあ、その後ずるずると使われている感じになってますね。あの一番最初にお見せしたメドラインの、 あの文献の数がこうガーッと伸びている中では、その使われている割合という意味ではすごい減ってるってことが分かると思います。はい、よろしいですかね。こんだけありますね、これすごいたくさんバリエーションがありますね。はい、じゃあちょっと次に行きたいと思います。はい、あのある略語を使いたいときに、はい、それが適切かどうかっていうのはこの中からどういうふうに判断するか。適切っていうのは、どういうのが適切なんですかね。例えば、ミトコンドリアで MD って使ったときに、はい、MD って、まあ皆さんご存知だと思うんですけども、例えばですけど、その自分の使いたい薬が、例えばその生物細胞性的な分野で、適切かどうか、皆さんが認知していただく、まあ、予想の中ではミトコンドリアって書いてもいいですけど、そうですね、そこの辺の何て言うのかな、その雰囲気みたいなものをこれで感じ取っていただくといいかなと思うんですね。それで入れてみて、例えばこれ略語からではなくて展開系からも検索できるようになってますので、展開系の方から入れてそれに関連する略語としてすでに何が入ってるかっていうのを見ていただきながら、まだ件数は少ないしじゃあいいかなとか、たくさん使えてからもう使わなくてもいいかなとか、そういった感じをこう判断していただく材料としてアリーを使っていただくといいかなと思っています。カッコで件数が出てきますけど、カッコです、はい、なんかその、あ、これです、はい、はい、どのくらいだったらポピュラーなんだろうなっていうのを、ね、これそうですね、これだこれはあれですよね、この他の例えば今 SPF というサンプルでやったんですけど、一番多く使われているのがスペシフィックパスジェンフリーなんですけど、他に S フェーズフラクションですとか、あとまあ一般的に一番よく知られているサンプロテクションファクターとかいろいろ出てくるんですよね。でこれが1158の481の311で、その後突然20って減るので、まあ、ここがメジャーな3つだなとか、そんな感じで見ていくっていう感じでしょうかね。はい、よろしいでしょうか。はい、では次このインメクシズというものを紹介します。これも非常に単純なんで、もう、まあ、ここでしょ、口でしゃべるより早速使っていただくといいかなと思うんですけど、例えばこの論文を英語で書いているときに、特にそのネイティブなスピーカーでなければ、まあ、前置詞はどうだったかとか、いろいろとそのスペルはどうなったかなとか、うろ覚えだったりするときっていうのは多いかなと思うんですよね。でそういうときに特にそのメドラインの中ではどういった表現が使われているかみたいなものを簡単に検索できると便利かなと思って提供しているサービスがこのインデックスになります。それでこれはもう説明を不要なんですけど、この文字をこうポツポツポツと入れて4つ入った段階でその4つの単語というか表現にマッチするメドライン中のセンテンスというか表現が全部ヒットするようなシステムになってます。で、ですね、どうでしょうか。で、まあ、
これは簡単なんで、もう少しちょっとこれの高度な使い方をここでせっかくなんで紹介したいなと思っています。でこれがそのやや高度な使い方っていうところなんですけど、ここに例として挙げてますように、correlated with の前に was が使われていて、その be 動詞の was と correlated with の間の副詞としてどんな表現がよく使われているのかなみたいなことを知りたいというときに、この indexes がどう役立つかっていうことなんですけれども、これは、このフィルターを表示っていうところでやるんですね。でこうすることで、その一番上のこの検索ボックスに入れたキーワードにマッチする表現の中から、正規表現を使ってその絞り込んだり、逆にその正規表現にマッチする表現を取り除いたりすることができるようになってますので、これをの2つを組み合わせることで、今みたいなこの副詞がどうなってるかっていうものを見ることができるような感じのインターフェースになっています。でこの場合ですと、この was correlated with の was との correlated の間には、一番多く使われているのは significantly だったり、次が positively、negatively とか使われていますよっていうのが簡単に分かるので、まあ、こういうものを調べながらこれから自分で英文書くときの参考にしていただければいいかなと思っています。でこれも早速こう、 あとまあコンピューターのプログラムを使ってもできますということなんですけど、この会場の中でそういうプログラムで実際に API にアクセスとかそういうものをなさってる方っていらっしゃいますか？いないですね。じゃあこれは飛ばしましょうかね。こういうのもできますよということで、もしこれから後になってなんかいちいち手で入れなくても計算機の中だけでなんかいろいろできるかな、できないかなと思った時には、ちょっとアクセスしてヘルプなどを見ていただければと思います。なのでちょっとこれ早速試してみてください。これも統合テレビとかで紹介してますので、やってみましょう。大丈夫ですかね。もう直感的にすぐどんなものか分かっていただけるかと思うんですけど、これはソーシエイテッドとかやるとこんな感じで出てくるんですね。でそのここに出てきてる数っていうのが実際そのメドライン、まあ、2000数百万件の中にアソシテッドウィズっていう表現がこれだけ使われてますよっていうことですね。256万件使われてる。でその使われてる、まあ、こういうより一般的な表現だとあまりここの結果に意味ないと思うんですけど、単にそのメドライン全体にどれぐらい頻度があるかっていうだけになっちゃうと思うんですけど、まあ、どういった分野の研究の論文にこの表現が使われてるかっていうのが出てくるような感じになってます。でそれからここをクリックできるようになってるので、ここをクリックするとそのここに、まあ、いくつかあるんですけど、一つは LSD の表記リストっていうのがありまして、このライフサイエンスディクショナリーっていうのがあるのはご存知でしょうか。このライフサイエンスディクショナリーの、 ページで、この同じように英文の表記に関連するサービスがありまして、でここを見ていただくと、この associated with を使っているセンテンスが出てくるんですね。でこのセンテンス自体はライフサイエンスディクショナリー その編集編纂される方々が内容を確認した論文になっているので、その正直メドラインの中の論文には
英文としてはあまり上手じゃないものとかいろいろ含まれてあったり、スペルミスとかもたくさん含まれてるんですけど、このライフサイエンスディクショナリーの方のエントリーはそういったことがないような形でフィルタリングした結果が出るような感じになってますので、よりそのインデクセスの方で検索結果が何件って出るものを参考にしながら、よりその表現についての英文としてどういう表現方法が多く使われて適切なのかなということを知りたいときには、こちらのライフサイエンスディクショナリーの方のエントリーに飛んでいくっていうのもいいかなと思います。でこれ1号前でソフトとかいろいろとこの中でのサービスも使われてるんですよね。頻度情報を得たりとかしながら、その前後にどういったコンテキストとしてどういったものが使われているかということが分かるようなサービスが提供されています。でこれがタイトルに入っている場合ですとか、アブストラクトに入っている場合という形で、この使われている表現が使われているセンテンス単位で検索することができるようになっています。あとはこのパーマリンクっていうのがあって、その検索結果そのものをそこの URL として全部混ぜることができますので、この検索結果っていうものを他の人とシェアしたりとか、それを保存してブックマークしておくとか、そういう使い方ができるようになりますので、毎回毎回同じ検索をするときにここに入力しなくても、この URL をでアクセスすればその検索結果がその場で出るようになっています。どうでしょうか。何か質問ありますか。あともしこういった機能もあるといいなとか、そういう提案もしていただけると非常に嬉しいんですけれども、どうでしょう。はい。で何で終わる、何で始まる、はい、と含むと違いないと分からないですか。そうですね。これは最初の一番初期設定で含むってなっている場合は、この表現自体が入っているなんていうの、その前後 の名詞ですとか、その動詞というか、その、もうどうしたか、一番分かりやすい例としては、ここに出てくる結果っていうのは、そもそもメドライン全体の中から2号のセットとか3号のつながりとかっていうふうに順番に全部取っていってるんですね。で、その例えばここのいうコラレーテッドウィズであれば、このコラレーテッドウィズっていうものを含んでいる、例えば
あと6語からなる表現というものを全部こう検索結果に出すんですけども、これを含むではなくてこれ終わるってやると、その中でも特にその全部の表現の中で Qualitative with で全てが終わってるものだけを絞り込むような感じになるんですね。なのでこの何がこれで嬉しくなるかって言いますと、ここで出てくる結果として、この最後にCorrelated with の前に出てくるものだけを知りたいというときには、 Correlated with で終わるものだけで絞り込んだ方が、その前に出てくるものだけに集中して見ることができるので、その結果を見るのに便利になるということなんです。単に含まれているだけですと、その with の後にも出てくるのも検索に出てくるし、 Correlated with の前に出てくるものも合わせて全部バーって頻度順に出てきてしまうので、そうではなくて完全にこの Correlated with の前に出てくるものだけを知りたいというときに、これで終わるという形で絞り込んでいただくと、結果が理解しやすくなるかなと思います、はい。どうですかね、こんな感じでよろしいですかね。だいたい今回初めていろいろとトピックを含めてみたんで、時間配分がよく分かってなかったんですけど、だいたいいい感じで終わりそうなので、最後の紹介をしておこうかなと思います。で最後はこれは結構新しく提供し始めたサービスなんですね。でこれをコリルって言いますけども、これはここに なんでこういったものを作ったかというところから、モチベーションから説明しますと、一番最初のメドバインパウメの時に簡単に触れましたけども、よく皆さん論文読んでいて、その論文に関連する論文を知りたい時に、それをリファーする文献のリストっていうものを見たりとかすると思うんですけど、それを逆にそのある論文を見た時に、その論文を引いてる他の論文がどれぐらいあるかっていうのを見たいと思う時もあると思うんですね。でその時に それぞれの論文の例えばイントロダクションやディスカッションで何かしらその著者はコメントしてるわけですよね。そのコメントに対してその論文をリファーしてるわけですから、そのある目的の一つの論文について他の研究者の関連する著者はどういったコメントを寄せてるかっていうのを一覧で簡単に見られると、そのある文献についてその研究コミュニティの中での評価とか立ち位置みたいなのが簡単に分かるんじゃないかなと思ったんですね。なのでそういったものを簡単に検索できるサービスはないだろうかということで作ったものです。なので、もちろんその最低限その論文がある程度の数でリファーされてないとあまり面白くないとは思うんですけど、でもなるべくそういったものがどんどんこれからも論文たくさん出てきますので、随時追加していくことで、それぞれのある自分がリファーしたい論文についてすでに他の研究者はどういったことを言ってるのかってことを知ることが簡単にできて、研究を活動していく中で非常に有効に使えるんじゃないかと思っています。ただこれ、その中にそのコリルっていうものを作ってるんですけど、この中に入っているものがメドライン全部だともちろんすごい嬉しいんですけど、残念ながらそういったことが現状では権利の関係でできないんですよね。なのでそのリファレンスの情報とそのリファレンスについて記述している本文中 あのセンテンスを取ってこなくちゃいけないんですけど、それを取るためにはそのフルペーパーっていうものを機械的に処理できるように取得しなくちゃいけなくて、でそれっていうのは例えばサブスクリプションベースのジャーナルの論文ですとできないわけですよね。なのでここでやってるサービス そのリファーしている論文っていうのはそのパブメドセントラルの中のオープンアクセスサブセットっていうものに入っているものに限られてしまいます。ただその検索対象としてそのある論文をリファーしている情報っていうことで、リファーされている側の論文自体は別にその中での引用情報を取ってくる必要はないので、リファーされている論文自体はパメドにたくさん入って、なるべくたくさん入っているものになってます。なので、ここで書いておりますけれども、現時点のコリルというサービスの内容としてパブメド ID が付けられているパブメドオープンアクセス、パブメドセントラルのオープンアクセスサブセットになっていて、でその件数というのは約74万件あります。でその74万件という数自体はその2500万件の中から見ると 3% 強でしかないんですけれども、このフルペーパー自体が
たくさん使えるようになってきたのは2000年以降なので、2000年以降で絞ればある程度の割合は高くもありますし、このさらにそのリファーされる側の論文自体の数っていうのはかなり多くなってまして、618万件のパーメド ID 付き文献がこのパーメドセントラルのオープンアクセスサブセットからリファーされてるんですね。この618万件っていうのはパーメドの2500万件から見ると4分の1強になってますので、そういう意味ではまあそこそこいい感じでカバーされてるんではないかなと判断しています。ので、まあそのここに出てくるその内容としてはこういったあの構成になってます。で、使い方はまた非常に簡単なんで早速使っていただければいいかなと思いますけども、最初にパーメド ID を入れるか、あるいはここにパーメド検索用の検索キーワードを入れていただくところから始まります。で、その検索結果に出てきた論文についてパーメドセントラルの中にあるオープンアクセスサブセットの文献の著者がどういったことをコメントしているかっていう結果が一覧でこうバーッと出てくるような結果あの仕組みになってます。で、さらにそのもう一つのここに書いてあるレレバントペーパーズっていうところは、そのある論文が他の論文からリファーされているときに、その同じ論文から別の論文もリファーしていると思うんですよね。なので、その一緒にいつも同じようにリファーされている論文としてどんなものがあるかっていうことで、ここに書いてある教員用論文っていう、教員用情報っていうんですけど、そういったもの、そういったものの情報も合わせてここに提供する仕組みになっています。なんでこれも早速使っていただくといいかなと思います。これは少し重いので、もしかするとちょっと検査結果は時間かかるようなことになってしまうかもしれないですね。どうでしょうね。ちょっとやってみましょうか。まずここに iPS の関連する論文っていうのがこう出てきますから、まあ、これをこうチェックするとこういった形で、そのディジーズスペシフィックインデュースドプリポテントステムセルズっていう論文をリファーしている他の論文の中では、この論文のことをどう書いてるかっていうことが一覧になって出てきます。で、例えばこれですと、ここは、ここに、センテンスの情報も、センテンスすいません、セクションの情報も入ってるんですけど、これだとなんかセクションがかなりこの込み入った名前になってるんですけど、例えばこれディスカッションとかいうところとか、あとは、ディスカッションが多いですね。この iPS の、 あの論文はディスカッションで引用されていることが多くて、例えばバックグラウンドで引用されている場合だとこんな感じで使われてますよとか、あとメソッドではこう使われているとか、そういった感じでそのメソッドっていうセクションの中のどういったセンテンスでこの論文がリファーされているかということが簡単に分かるようになっています。これはディスカッションとディファレンシエーションのマーケーションディフェリフィットフォームオールプロトコールディベロップユージング HESC って書いてあって、これ書いてあるので、まあこれはこういったあのあれですね、普通にこのディスカッションの中で事実をあのファクトを述べるために使われているという感じですかね。で、こういった感じでそのセクション単位での相当もできるようになってでまして、セクションとしてこれは最初初期設定だとパーメド ID 順になってるんですけど、セクションで相当すると、最初何もそうあのセクション情報がない論文から始まって、例えばアドバンセードブハイプとかこういうちょっと長いセンテンスがセクション名だったりアプリケーションズって書いて、あのアルファベット順のセクションタイトルで内容を順序付けることができるようになっています。で、あとこれに関連する同じ論文からリファーされている他の論文としては、こういうものが99件ありますとか98件ありますということで、ここでこうクリックするとこの論文についてのまた同じような他の論文からどう書かれているかっていう情報を簡単に取得できるようになっています。これはその論文についてどういう本当研究コミュニティで の立ち位置みたいなものを概観するときに使えるっていうこともあると思うんですけど、他にはその論文をまた英語で執筆しているときに
他の論文をリファーするときのなんかこの特徴的な表現とか適切な表現の参考例としても使えるかなと思っています。で、試してみてください。で、まあ、ここで、これも同じように統合テレビがありますのでこちらも参照していただいたりですとか、あとこの、実習としてはこんな感じのものがありますのでちょっと試してみてください。これでここはちなみにこのデータベースセンターが入っている建物なんですけど、ここになんかユニバーシティ東京って書いたんですけど、我々の組織は特に東大とは関係がなくてですね、東大が貸しビル業をやってまして、そこに入ってる感じになってます。ここ結構綺麗な建物なんですけどね、駅前で去年できたばっかりなので、もし千葉県、東京に来ても40分ぐらいで、20分ぐらいで来られるので、もし東京にいられる際ありましたらお越しください。席がいっぱい余っているのでたくさん座る場所もあります。質問やまたサジェストがありましたらよろしくお願いします。こちらの建物は気楽に入る一応、ですね、9時から6時までならば6階、我々は6階にいるんですけど6階のフロアまで来られるんですね。でそこでインターフォンを押していただければ開ける感じになりますけど、はい、データベースセンターは去年の4月からちょっと2つの場所に分かれてまして、研究員がこう半分半分になってるんですね。大体なので本来全員入っても同じぐらいの広さになっているので、ちょっと席が空いてることが多いです。なので寂しい感じになっているので来ていただくと嬉しいかなと思います。以上ですね、ここは特に本当学生さんはほとんどいないんですよね。僕は夏休みとかあんまり関係ない感じですね。本当にお盆の 2,3 日の時は閉めますけど、それ以外は全然関係ない感じですね。周りにララポートとかそのショッピングモールがあったりとか、すぐ近くにホテルとかあったりとかで、この駅前1分以内に何でも揃ってる感じなので、とてもそこの場所はいいとこなので来ていただくといいかなと。そうですね、だからそういう意味ではこれつくばエクスプレスっていう電車の駅なんですけど、でつくばが学園都市なんで、その周りの雰囲気っていうとこの辺のそういえば千里の雰囲気と少し似てるかもしれないですね。あそこも万博記念公園とかって駅もありますけども、こちらの方が もちろん歴史が長いのでちょっと整った感はすごいあるなと思うんですけど、つくばエクスプレス乗っていくとちょっと似た感じになるかもしれないです。周り研究所もたくさんあったりして、一回遊びに来ていただけるといいかなと思います。はい。はいはい。これが企画化されたインターフェース。そうなんです。独自ではないんです。これはスパークルって読むんですけれども、これは RDF っていうそのセマンティックウェブの技術のエリアで使われている情報を表現する方法なんですけど、情報を表現するための枠組みなんですけれども、それを使うと非常にそのデータベースの内容を何て言うかな、再利用しやすい形で提供できるようになるんですね。なのでその我々のやってるようなライフサイエンス統合データベースセンターはもちろんライフサイエンス分野のデータベースをワンストップで簡単に横断的に検索できるようにすることがいいんですけど、そういう目的を持った時にさまざまなデータベースがこの RDF という企画を使って表現されていると、非常にワンストップで検索するための仕組みを整えやすかったりですとか、それをさらに別の目的で使う時の再利用のしやすさとかっていうのが非常に優れてますので、それを今採用して我々のデータベースはなるべくこの企画に合わせたものにしようとしてるんですね。でそれに対するその RDF っていう企画を使ったデータベースを検索するための
問い合わせ言語としてスパークルっていうのがありまして、でこれも同じようにあの W3C っていうワールドワイドウェブコンソーシアムっていうところであの標準化されたものですので、このライフサイエンスに限らずどの分野でもこのスパークルとか RDF というものを使うと全て同じやり方で検索したり情報表現することができるようになるので、それを今あの鋭意進めている段階なので、このコリルっていうデータベースもそれに合わせた形で提供しておりますので、よりあのもしご興味ありましたらぜひあの試していただけるといいかなと思います。でそろそろ時間も迫ってきたんですけれどもどうですかね。ということで、その例えばその今のコリルですと裏側では全てこういうスパークルクエリっていう問い合わせがなされて、その RDF っていう形で表現されたデータベースに対して問い合わせをした結果としてあの出力されたものが今見てるこのものになっています。で直接中でああいう検索はあの利用者はあの叩かないですけども、裏側ではこういう小クエリってやると出てくるように、実際にはこういった検索が 裏側で機械的に出されてますよということになっています。PDB の実習の例ですと、例えばファーメイド ID をここのボックスにこう入れていただいて、リターンと押すと、ここにプロテインデータバンクをリファーしている論文のリストと、そこの中でどうやってリファーしているかというものが出てきます。で、それから、それについて同じように、この欄の論文から、一緒にこの PDB の論文とセットで引用されている論文としてはこういうものがありますよっていうことですね。そうするとまあ一番同じ一緒に論文リファーされている論文としてはこの GAPT BLAST & SAI BLAST とか SCOP とかこういう感じであの同じようにそのデータベースに関連するあの論文がリファーされていることを確認できます。クラスタルダブルだとやっぱブラストとかですね、この辺がなんかセットでいつも引用されていることが分かるので、まあ、あと新しい分野とか共同研究とかでこれから何かその分野でどういった論文がメジャーなのかとかよくリファーされているかっていうものを調べるときにもこれは使えるかなと思うんですね。一つ参考文献があればその参考文献をこのコリルに入力していただいて、でそこからこういった形でどんなふうに論文がリファーされているかとか同じようにリファーされている論文がここにあるよということで、あのその研究コミュニティの中の大体の論文から見たあのコンテキストが得られやすいんではないかなと思っています。なんでこれあの最初にあまりリファーされていない論文からスタートしても、このレレバントペーパーズの高いものを順番にこうクリックしていくことで、だんだんその中でのこう山登り法みたいな感じで、そのコミュニティの中で最もよくリファーされているものっていうのにたどり着けたりするので、なんかこうレビューとか見るときにも使えるかなと、最近思ってます。で、これからちょっとこれ自分でも使ってて、もう少し機能としてあるといいかなと思うのは、ここでさらにこのアブストラクトも読めるといいかなと思うんですよね。ここにタイトルと著者名だけではなくてアブストも書いてあって、でそれに対して他のそれをリファーしている論文はどういったことを言ってるかっていうのをこう見るとより内容を理解しやすくなるかなと思っているので、こういった機能をこれからも追加していければいいかと思っています。そろそろ12時になりますけれどもよろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。